どうも皆さん、トライアングルです。ですね、今回まあタイトルにもあるようにゴッドたけし狙って3万銭貯まったので3万青銭ね、まず、ここで出なかったら次は課金すると思います。しかしとりあえずまず、前夜祭として、3万貯まったので100連引いていきたいと思います。はい、ということでじゃあ行きましょう。100連いくぞ、頼むぞ。はい、そしてミミックが楽しくてずっと使ってるんですけどね、楽しいね、ミミック本当に使ってて。もっとこんな感じのスキンがたくさん出てきてくれたら面白いんだけどね。その、なんだろう、今まで馴染みのある形じゃないですか。なんかそれが出てきてくれてすごい嬉しい。なんかあれこそさ、あのミミックこそ激レアで出すべき、ね、スキンだと思うんだけどな。どうなんじゃろう。だから、それこそ次レアスキンとかを、レア宝箱とかを、なんか激レアとかに置いてくれてもいいんじゃないのかなって思っちゃうけどね。あと石像とか、そこら辺も出てきてくれたら嬉しいんですが。はい、ということで、もう、じゃあスキップでいきましょうか。ね、あんまり長々とやっても嫌なので。それでは行きましょう。はい、スキップ!ん?いや、違う。なんかワードがめっちゃあったんで、もしかしたらと思って。まあ、ワードっていうのは、要は、星2からワードがついてるんでね。4体も出てきたのか、1体ぐらい星さん出てきてくれるかなって一瞬思ったんだけどな。じゃあもう一回スキップいきましょう。はい、スキップ。幽霊、まあ幽霊ちゃん可愛いんだけどね。はい、じゃあいきましょう、もう一度いきましょう。はい、スキップ。で、星さんが全く出ないんだけど、ちょっと待って、あれ今140連、今とりあえず150連になったから文句言いましょう。はい、あの合計ね。はい、スキップ。うん、文句言います。はい、150連やって星さんも1回も出ないってどういうこと?まあまあ、それぐらいね、難しいっていうことでしょ。あ、ちなみに、ごめんなさい、説明忘れてたんですけど、まず、こちら、ドレスミカですね。はい。お祝いよ、完全にアル中ですね。はい。そしてこちら、バースデーヒロシ。優しく吹いてね。まあ、これ、後ろ向いたら結構ケーキに同化できるから、ちょっと面白い。そして、まあ、今日の目玉ですね。こちら、ゴッドたけし。私が神だ。まあ、確かにこのゴッドたけしも欲しいんですけど、やっぱりワードが欲しい。私が神だ。もうこれは常にもう入れますよ。はい、行きましょう。それでは10回返し、まず一旦ちょっとタップエンスタートでちょっと流れを変えましょう。はい、一回ちょっとこの流れはよろしくない。ちょっと一回落ち着きたいので、まあどうせこの後試合やりますのでご安心くださいなんですが、なんかね、このままスキップでポン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 やるととんでもないことになりそうなので、もうここ当たんなくても最悪流れを変えたい。そう、多分そういう乱数調整みたいなのがあると思うんで、一瞬なんか開いたのすごい光が強く見えたんだけど、気のせいでしょうかね。はい、どうですか。幽霊ちゃんは可愛い、幽霊ちゃんは可愛いんだけど、僕が求めてるのはそう、やす虹。なんだひろしくん、ちょっと待ってくれたまえ。違うんだ、僕が欲しいの違う。ちょっと待って、星さんが全く出ないってどういうことでしょうか。じゃあ行きましょう。はい、スキップ行きましょう。はい、スキップ。怖いよ。待って、嘘でしょ。スキップ。な、おじさん出たけど。お月さん持ってんだよな。いや、せめてさ、竜とか、骸骨とかさ。いや、マジか、そんな出ない、そんな出ない。ちょっと待って、怖い怖い怖い、もう一回。お願いします、神様、仏様、青鬼オンライン様、スキップ。いや。いや、諦めるな。ここでガクンってしたら、運気が下がるから。そう、ポジティブシンキング。大丈夫。絶対来る。ここで来て、あの、すごい。いや、大丈夫、大丈夫。この宝箱の中に10連で僕、2時3回来たことありますから。大丈夫。これが今回その回なんです。ここで、もう一度虹が来て、トライアングルさん大歓喜。そう、間違いない。僕はそれしか思えない。今そんな気がしてきてる。やばい。もう絶対そう、あ、にしか思えないと思ってたんだけど、なんかだんだんその可能性が、確率がすごい低くなってる気がする。あ、やべえな、これ。ちょっと、最後に、虹で星さんよろしくお願いいたします。イエース。大間だった。やったぞ。ははは、虹、ああ。課金すっか。まあ、しかしですよ。まだね、この、この、すべてのチャレンジをクリアしたら、1万枚以上もらえるので、まあ、それでね、また狙っていくとして、まあ、普通にやっていきましょう。そして、宝箱はね、ちょっとそろそろ、ちょっとまだ名前変えてないので、ちょっと、宝箱の名前変えないといけない。あ、これ、ボット部屋だね。もう、たまにはちょっと普通の名前で、トライアングルで、なんか、もう、
トライアングルって名前の方がなんか違和感があるんですがいいことなのかわかんないんですけどね。よし、じゃあ行きましょう。よろしくお願いいたします。さて、フレンドマッチだからおそらくプレイヤー部屋さんと当たると思うんだけど、 OK 来たね。よし、おめでとう。いや、やっぱりみんなおめでとう多いよね。あの、とりあえずまあワードっていうかね、あのゲットしないと、ゲットっていうか使わないとねいけないとは思いますので、あのまあ動画見てない方のために言うと、おめでとうっていう名前で、あの試合すると、おめでとうっていうワードがゲットできるんですよ。でそのワードを15回言うとチャレンジクリアになりますので、で青鬼ウイルスに感染できるのかな。なのでぜひぜひ皆さんおめでとうとつけてやってみてください。あの青鬼さんのツイッター見たらね、あの載ってるんですけど。それでは行きましょう。レディー、よし、さあいつもの儀式やったぞ。これいつも何なんですかって言われるんですけど、始まった瞬間にあのコンセントの、プラグを触ってしまって、あの感電してるっていう男のモノマネです。はい、マニアックでしょ。さてさあ、ここで私は宝箱、黄色い赤い宝箱を待ちたいと思います。イエス、取れた、ありがとう。ここも取れた、取れない今。しかし通常宝箱だったらまあ許してやろう。まあいいでしょう。青銭1000枚が一番嬉しいんですが、まあレアスキンももちろんね、レアスキンが一番嬉しいんですけど。さて、今回毒切りがどこかわかんないんですが、でも80なんでまだここに毒切り来てないってことは、ここの可能性が高いかな。Thank you! おー、普通の宝バイクス。この上は？あーってことは最終地点、ここっぽいですね。ここら辺っぽいですね。じゃあこっちに多分毒切りが来てると。OK。でもガスマスク欲しい。あ、ちょっと待って、ガスマスクもらえる？取られたー！大丈夫。宝バッカス。OK。宝バッカス。いやー、ガスマスティングがない。あ、キラキラ光っとるじゃん。ちょっと待って。いや、消えた。あ、消えたってことは、今、もしかしたら青鬼ウイルスだったかもしれない。これは？あ、OK、ガスマスティン。さあ、そして、宝？どうだ？あ、これ、いいです。あ、普通の宝バッコスでした。あ、これこそ。よし、OK。おー、500枚素晴らしいングズ。とりあえずガスマスクゲットして、青銭500枚もゲットできたので、まあいいんじゃないですかね。いい感じだと思います。はい。さて、じゃあ、最終地点どっちだ？下か上か。どっちだ？僕は上だと予想します。はい。皆さんどう思いますか？僕は上です。はい。あ、上だね。これは上。上だね。OK。じゃあ上で、ここら辺でぐるぐるしましょうか。青鬼もそんなね、なんかアップデート来て、なんかがっつり狙わなくなってきた気はするので、まあ、結構青逃げしやすいというか、結構あの気持ちよく試合させてくれる感じになってきたかなっていう。結構理不尽な動き。あー、これダメだ。こいつはダメだ。待って、ワードが怖い。一番怖いのワード。待って、それは寝る。おっと。ほっ！あっち！よーし！私は生き残ったぞ！よし、危なかった。さて、宝箱いただこうか。さあ、私にガスマスクをよこしたまえ。さあ、くれ。くれ！うん。ガスマスティン！ああ、青銭1枚。最終地点が、いや、こっちじゃないな、ここ。危ない、ローラスケーさよならさん、危ないです。おー、神よ。開けられた。いや、しかし、私は生きてることに感謝しよう。今のは普通にやられてても仕方なかったことだ。しかし、私は生きている。そう、これは神様がくれた最後のチャンスだ。私はこれはもうやられたもんだと思って、私は戦っていくことにしよう。そう、やられても文句は言わない。そう、神様から許された命、ガスマスティン。よし、絶対私は文句は言わない。そう、ここでさらに奇跡の大逆転、ガスマスクを持っている状態で、そして青鬼毒斬りの最終地点にいる。そして他の人はガスマスクをみんな持っていないことは確定しているということは、これはかなりの有利なんじゃないか。そしてさらにこのヒロトさん、この人はボットではないな。ボットっぽかったけど。そしてここで一応、勝ったぜ。あ、どうだね。結構だと思わんかね。よし、青逃げ。生存成功、最後の一人だ。オッケー。これ裏ステージいけるかな。連続1、2回ボーナス。よし。あと8連続クリアしたら、ハーモアイが手に入ると。長いな。
はい、ということで、ちょっと3回だけ引きますか。1000枚あるので、3回だけ引いてみたいと思います。これで出たらね、もうこれで出たらもう、私は青鬼オンラインさんの一生犬になると誓いますよ。はい。まあ、まあ、出なくても一生犬、一生かわかんないけど、犬になるとは思うんですけど。じゃあラスト1回。まあ、普通に楽しいからね。どんどんアップデートというか新イベントつけてくれる。本当に、なんだろう。わかんない。1周年終わったらもうこれからパッタリですみたいな。それはやめてほしいんだけど、だいぶ変わりましたもんね。本当に青鬼オンラインさん。そんな上から目線とかじゃなくてね。なんか結構やっぱり前よりね、すごいイベントもいっぱい出してくれるし、なんかね、その、すぐ調整とかね、バグがあったら修正してくれるし、本当にありがとうございます。いいのだ。はい、ということで、今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。皆さん、ゴッドたけし、私は撮りたいので、おそらく課金、次回は課金になるかな?わかんない。また3万枚とかゲットできたら、その動画を出すかもしれないんですけど、まあ狙っていきたいと思います。だいぶ青銭はね、貯めやすくなってるので。じゃあお疲れ様です。バイバイ。